はいこんにちは、うつれですけれども、えー、久々のですね動画解説をちょっと撮ろうと思ってます。えー、今日は1月23日のお昼間なんですけどもね、えー、目の前にあるのが慶應義塾大学経済学部の過去問、まあちょっと古いんですけど、2011年版です。あ、えーまあのー、まあ、最近というか、この2013年、2013年1月23日、まあこのブログをちょっとね、えー、この 直近のブログを読まれれてる方はあれなんですけど、慶應義塾大学のねを志望されてる方からのコメントが結構たくさん寄せられてまあそれに対して私もいろいろ答えてるんですけどもねえまあその中でまあ過去問を今回され始めてまあ試験まあ直前1ヶ月ぐらいだと思うんですけどね過去問を回されていて結構まあ解けないとかですねいうことでまあ結構パニックになられていたりしてでまあ過去問をできるだけ早く解くっていうかですね、過去問 まあ、とにかく去問いきなり去問っていうのがずっと、まあ、受かる技術でもそうですけど言い続けてきてるんですけど、まあ、なかなかそんな、まあ、あんまり浸透してないんだなっていうことを、まあ、私もちょっとショックを受けたりですね、まああのー、あとは去問をどう回していくのかっていうねそういったところのご質問も受けたりして、まあ、そういう意味ではちょっと、まあ、もう遅ればせながらでねもう試験1ヶ月前っていうことなんでね今から去問どうするかっていうのもなかなか、まあ、どこまで。 お役に立てるかかわらないんですけどもただまあ来年受ける方もいらっしゃるでしょうしねこれからっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、あの少しでも参考にな,るなったらと思ってこの慶應義塾大学っていうねものの赤本をちょっと取り寄せてですねまあどんなふうに過去問を見ていくのか回転をさせていきたいと思います。まあ、私自身は大学受験もだいぶ 遠ざかってるんでね、えー、まあその私自身が何かこの内容について解説できるわけじゃないんですけども、まあ、どういうふうにやるかというとこですね、そういうところをお見せできてしたいと思います。まあ、ちょっと古いのはね、まああのあのまあ、ちょっと値段的に安いのを買いたかったんでね、もういろんな試験の過去問結構買ってるんですけどね、結構それがバカにならなくてですね。まあそういう意味ではちょっと古いですけど、基本は変わらないと思うんでね、え、2011年ということです。え、ちょっと前置きはねそれぐらいにして。 どんな風にやるか早速いきたいと思いますということで2010年度が最新なんですけどねちょっともうバラしてますけどねちょっと今日は珍しくカッターを使ってみましたねカッターちょっとカッター使うとね綺麗になるんえー、ということですですねまあこれ2010年度版ということでねまあこんな形でまあまあ基本的にバラした方がねやっぱりこの分厚いのを回転するっていうと結構回転数を読むっていうのも結構大変だと思うんでねこうこう何ん,んですかねあの 感情的にこう、これだけ分厚いのを見ながらっていうと結構これだけでも重いじゃないですか。潜在意識にもね、結構負担かかるんでね。そういう意味ではもうバラすっていうのは、まあ、結構大事だと思いますね。それは2010年度ということで。で、あの、問題と回答がありましてですね、これはもう別冊,別冊ではないんですけど、こっくっついてるのをまたバラしたということですね。これが問題。これが2010年度の回答ですね。まあちょっと書論文一番最後の動画はね、大丈まぁ、あ、要するにこうやってバラしてですね、回答回、を、まあ、見ていくということですね。 で、まあ最近よく言ってるんですけどね、こう、過去問、まあテキストの場合、まあテキスト記述論術で覚える場合っていうのはね、基本的にはそれを覚えていくっていうことになると思うんですけど、なると思うというか、それをするのをお勧めしてるんですけど、過去問とかの場合は、じゃあ押さえるべき知識っていうところは結構大事になってきてですね、そこをまあどう考えるのかっていうところ、まあ私も、 ウカル技術とかでね、そういう抑えるべき知識はとはどうかとかね、そんなところ詳しくは解説してなかったり、まあ、正直自分の中でもそんなにカチッとまとまっていないのでね、え押、ーまあ、抑えるべき知識っていうのは、例えば CFP 試験とか、私が今まで受けた行政書士なんか、まあ、行政書士もなん,かがしてるなんか傾向にあるんでね、ちょっとそこがずれてきてるんですけど、まあ、抑えるべき知識ってのは非常に明快だったんですね、いわゆる選択肢に覚えるべ、抑えるべき知識がもうそのまま出てるということだったんですけどね。 えーまあ、司法書士なんかはあ,のある程度解答解説のところ解説の部分で押さえるべき知識が出てるとかですねそこを押さえていかなきゃいけないとか、まあ、あと数学とかですねそういうところなんかはその問題のところの、ね、数字を押さえてもしょうがないんでねそういったところの押さえるべき知識が何なのかっていったところが結構大事になるなと思ってます、まあ、今回もですねその辺りについてちょっとでもあのお伝えできればなと思ってやってますということですね、えー、ということでこれが左問題編ですこれ解答ですね これ最初英語なんんででねねまま英英英語語語きましょうか寝ちゃっ昨日見たた見すけど、ね、英語に関してですね。でまあ過去問を回転させる目的っていうのはそ,そこでかい書かれてる知識っていうのをまあもちろんそのできるようになるっていうことももちろん大事なんですけど一つはまあどんな問題が出るのかどんな形式で出るのかっていうあらかじめこうしとくっていうことは絶対大事だっていうことですね。だからそういう意味であのやるっていうことですけど。 あの出てくる知識を、まあ、同じ問題が出るかっていうのはですね卓越式の場合は結構、えー、そういう場合が多いんですけどあの大学入試とかですねいわゆる記述論述とかの場合のは過去問っていうのは逆に去年これが出たから今年は別のが出るだろうって、まあ、そんな話になったりとかですねそういうところには使われちゃうと思います、まあ、ただ過去問をやっておくってことはやっぱりすごく大事になるので、えー、ということでいきたいと思いますとですね、まあ、これ、まあ そうですねこれ見ないと細かいからね見えないかもわかんないですねまあ KO を受けられない方はねあんまり関係ないですし KO ももしかして問題傾向が変わってるのかもわかんないですけどね2010年度なんでまあ例えばこれ見てですね、まあ、とりあえずまあ回転させていくわけですけど例えばこういう問題があってですね まあ、昨日もちょっと読んだんですけどね、これ文法問題なんです、最初。1番っていうのはね、文法の、えー、正語問題ですね。ここに文章が書いてあるんですけど、これ、一つ一つの文章が文法的に正しいか間違ってるかと。で、これ結構問題として面白いまあ、ちょっと変わってるのがですね、こう、一つの問題にこの A、B、C ってあるんですね。3問、3つ文章あるんです。で、それぞれがここに書いたんですけどね、A のみが誤っている場合とかね、B のみが誤っている、C のみが誤っている場合とかね、まあそういう。 パターンがあってまあ一つ間違ってるか二つ間違ってるかどっちかなんですけどね三つで部間違ってることはないということなんですけどそのパターンがあるんでね、まあ、その組み合わせということですまた、あ、らただこういう問題も、まあ、これなんかもうこういうことは全然もう無視しちゃってるわけですね一つ一つの文章がちゃんと判断できるかっていうもうだから一つ一つが問題でこの一番で一番の問題が A と B だったとかねそんなこと覚えてもしょうがないんでねあのそれが抑えるべき知識じゃないっていうことは皆さんもうお分かりだと思うんですけど えー、こういった場合はもう当然一つ一つの文章がもう問題になるわけですねそれぞれが文法的に正しく間違ってるかっていうことをさっと判断できるかっていうことが大事になるというのがまあ押さえるべき知識になりますよね。えーまあ、それとそうですねそこでじゃあどこが引っかかりやすいかどこを間違ったのかとかそういったところを押さえていくということになります。でまあ、まあ、読んでいくわけですよねこうり日で昨日もちょっと読んだんんだでで、ね、あれなんですけどね。 自分なんかはね、例えばこれ最初の問題なんですけどね、リリーフとヒアとか書いてあってですね、リリーフとヒア、リリーフザットとか言わないのかなとかね、そんなことを考えて、ちょっと迷ったんですね。で、実はこれ正しいんですけど、もうすぐこう横に書いてみて、あ、これ正しいんだみたいなどうなんだろうってすぐ見ちゃうんですけどね、あ、成分なんだみたいなね、こう書いてあるんだよ。えーと、いいんだみたいなねで。正直自分はだから、うーん、常識化してないわけですね。あ、リリーフとヒアってこういう言い方できんだみたいなね。<laughs> なさないですあこうなんだみたいなねだからここ,ここですよねだからこれ常識化してないわけですこれをまた回転させ「いつリリフト」「ヒア」ってこういう文章がオッケーなんだっていうことをあの回転させる中であそれはいいよっていうことをやっていくってことですねまちょっと早口になってますけどねえー、で例えば2つ目ね「ッティービ v l o o k s AZIF」「AZIF」「ThatTVAZIFUKU」っていうがありますけどえー、とでだからなんていうかまあと解いてるって いに思わわれるかもかもんですねこれ見てどうかなとか思ってるんですけど、まあ、すぐこうわかんなかったらすぐ回答を見るってことですねだから得っていうよりも読むって感じですだからこう常に並べておくということですねだから普通はこれ一生懸命やった後にうんどうだろうみたいなねこううんどうかなとかですねまあやったりするかもわかんないです例えばこの場合だったらえー、っとですね3つ間違ってることはないわけですから だから他の問題 A と C をやった後にね B はとかって考えてそういうことをやっても全然意味がないので一つ一つが分かるかどうかっていう方が絶対大事絶対大事がそれをやらなきゃいけないんで、まあ、それが抑えるべき知識っていうことは一つありますよ、まあ、そういったところは分かっておいてくださいねでザット TB とかねあこ,のこの前ザットとかね結構あれなんですけどややこしいんですけどまあこれはまあ,あそうだよねみたいなこれはまああのー あの当然当然大丈夫だよねみたいなねそういう話なんですけどあのこのこの辺なんですけどで,でこれ実は5文なんですけどね「if you could have bought」っていうことで、まあ、これ濃度ここにも書いてあるんですけど濃度態じゃなきゃいけないっていうねことを書いたんですけどねこれ絶対おかしいよねっていうかこの辺とかなんかまあこの辺のここは OK なんだなと思いながらでもあここでおかしいよみたいなねいうとこですね。 いうことで、まあ、これすぐ消しちゃいましたけど、まあ、これ TB があのボートってあこういう受け身と能動体か受け身っていう。で例えばこういうこともあこういう文法の問題では自動体であるべきものが能動体で出るんだっていうところはまずまあ押さえるべき知識と言っていいか分かんないですけど傾向って一つ捉えられるわけですよね。でさっきのもそうですけどだそういうところっていうのがまあ押さえるべき知識っていうふうにも言えると思うんですね。まあこんな感じでやってますね。ザ レスラランンフォービヘイグクってね,ね結構ね難しいですよねあの文法問題って、ね、引っ掛けですからね結局はね引っ掛けるように引っ掛けるようにしてますからね、えーーレストラン like、これ成分かなと思って昨日やったんですけど忘れてますけどね,、えー、ねこれ受動体になってるとかねあこれあれだなとかねはい、まあ、こんな感じでやってますねで次なんかね「We just found it that と」とこれ私分からなかったですが「found it that」 イットとザットがこう受ける公文みたいなんですけどねもうそういうのあんまりも分かってなくてねこれ間違ってんのかなと思ったんですねそしたらですねこれ五分なんですけどケイクスアズメニアズユーブラジョッシュブロートケイクスアズメニアズユーっていうねここここがここが語順が違ってもうこれは明らかに違うんですけど私はここでえこれ円かなとかって迷ったんですねだから多分 これ,えばね、これを読んで、うん、どうかなと思いながら次読んであこれおかしいからこれ5分だってこれすぐ判断できると思いますよね判断できたとしてもここで迷ってるわけですよねファンドイットザットってでこれいいんやろかっていうでこれは常識化されてないわけですよあこれもう正しいとかねこれ間違ってるだからこういうところをちゃんと丸で囲っといてこれを見ていくとで、まあ、まあここの解説にはこのファンドイットザットの話は全然出てないので、えー、どっかのもので解い どっかかかで確認する場合が必要かもんないですただ、まあ、すぐ確認するというよりあ、こういうのがあるんだっていうね、何がわからないかとかね、そこをちゃんと、それにちゃんとわかる方がいいので、これなんかもファンドリ使ったっていうのを回転させて、えー、で、まあ、どっかで調べるとか、まあ、予備校とか学校のせん、学校に行かれてる方だったら、先生に聞いたらいいと思うんですね。まあ、そんな感じですね。はい。まあ、解説と結構長くなってたんでね、ちょっとバッといきますけどね。だって、ビンゲーゴとユーザーコンピューターね、ヒズンドハウトセンで。 まあこれ,、ねこ,れまあ、これ同名詞とかっていうやつなんですかね。えー、まあこれ OK だろうみたいなね。誤りはないっていうかね。でまあ消してもいいんですけどねうん。まあちょっとまだあれだったんでね。で上にフスにフォレクティングで,たで、例えばねこれ今見て B で成分とか言ってね。でやっぱ回答見た時に次の問題も成分って分かってるじゃないですか。パッと目に入ったりしますよね。そうそう意味はないかもわかんないですけどね。上あこれもう定分なんだと思ってるからさっと読めるかもわかんないです。 でもそういうでもねその私なんか結構ねこれわからなかったんですねこれ未来形でしょ「Will be come back」で「He has finished」その場合って未来完了形とかあんねやのかってねすいませんその程度なんですね私なんかね文法問題についてね。ででもここ見ると OK だということがあるんでああそうなんだと。 これオッケーなんだ。まあ、これなんか押さえる知識になるわけですね。でこれ解答解説のどこでうーんと時を表す季節や気候現在慣例系文法上問題ないえーえー、ということなんでね。であそうなんだっていうことをこれまた回転させる中であこういう文章 こういういのもひっかけであるなと未来系でその時に現在管理を使うという、まあ、そういうのを覚えてもいいそういうのを書いて馴染みましてもいいし、まあ、どっかの段階で文法書とかを見てもいいと思いますけどねでこういう未来系があってでも現在管理を絡めてくるみたいなねあそういう問題なんだっていう感じです、まあ、こういう文法問題を押さえるべき知識結構分かりやすいと思いますよね分かりやすいと思いますはいえー、ということでこいうことですねここも ここまあ、次の問題も文法問題でね、今度はこの一つの長い文章の中で何個分間違ったことがあるかとかね、引っ掛けですよね。ということですね。まあ、同じような問題なんですけどねこの。この長い文章の中で誤りを含む部分が何個あるかっていうね、いうことですよね。こういうのもね、なんともいい問題ですよね。だから、その、例えば文法問題で一つだけ誤ってるとする場合に、 ここが間違ってるっていうの他の動画間違ってると思ってねやっても正解になっちゃうっていうね <laughs> まあ卓一式っていうのはね労力あの減らす意味ではそれは大事ですけどねまあその辺は結構いい加減っちゃいい加減ですよねはいえーというような感じでまあそうやってこう押さえていくっていうことですで常識消,消していくでこう例えばこれ回転するっていうのはどういうことかっていうとね例えば私なんかもこうパッと文法問題でこう長文のとこで打ったりとかねこう回転させてって次長文問題なんですよこの2番っていうのがね 非常に長い問題ですねねこれね大学試験の長文化って話には聞いてましたけどこんな長い問題なんだっていうね、えー、なんかより問題文まで英語でねほとんど日本語なくなってくるという結構読みにくいねとこですよねほんと長文になりとかないとこんなにうっとこう試験問題でき本番で来たらダメなので長文に慣れておくってことは絶対大事だなってことも分かってきますけど。 で、まあ、例えばこう二2番のとこうええーっていう感じになったらですね。で、とりあえず今度、今のところ回転させばいいんですよ。一番のとこね。まあ、あここの問題は私今やってませんけど、例えば、アリフィヒアだなだったんだなとかね。パッと閉じてですね。あ、そうそう、リフィヒアだったんだ。あ、そうか、未来系ではず、現在完了、でもそれで過去、未来でもよか,よかったよなとかですね。そういう話で全音で、ファンデだスタ、まあ、例えばこういうふうに回転させてこういうことなんです。こうやってこう、パッと見て思い出だから今まで、今やった中で、 もう回回転か4回転かかかしてるわわけですすよねねりますかねこの辺の部分のとこ。と言いながら、もう5回転してるわけです。だからその回転数とかってよく聞かれるんですけど、あんまり意味がないっていうのはね、こういうことなんですね。はい。で、こういうふうな感じでやっていくということです。えー、っとね。ただからこういう長文問題、じゃあ長文問題でじゃあ押さえるべき知識って何なのかと。これ何が分かったら理解するのかっていう話はもちろんあると思うんですね。だからこの、あのでただ、あと大学受験とかもそうです他の問題でもそうなんですけど、 単語を覚えるとか文法要するに単語,単語を知ってるかどうかっていうことありますよね単語の意味を知ってるかそれと文法的なものの文法の解析能力っていうのとそれがあるで大きな力ともう一個はそのパラグラフリーディングって言われるようなね多分長文をこれだけ出てきてる中で多分上あの強調されてきてると思うんですけどパラグラフでこう。 段落ごとに掴むっていうのもね参考書も結構今出てるみたいですね私もこの間調べたらですね大学入試の河合塾とか寸大とかでパラグラフリーディングっていうのはもう普通に出てるわけですよねまあそういうふうにどういうふうにこの論いわゆるねこう構造を読んでいくっていうことですね私が速読なんか試験勉強でもこう内容をすぐに内容を読むんではなくてまず構造を読むっていうことで回転していくことをよく言ってますけどもまさにパラグラフリーディングってそれに重なることなんですけど まずは構造,しか構造を読んでいくみたいなね、えー。で、その中でだんだんと内容に入っていくみたいな、そういう読み方ですね。だからそういうものを身につけていくというか、慣れていくというふうな、そんな力になってきますよね。えー、っとね、なんかこう、できるだけあまり長くならないように焦って話してると、あれですけど、例えばこういう問題とかだったら、もう、ぱずぱっと読まなくてもいい。まず、説問ですよね。問題ってことかも説問ですけど、えー、どんな問題なんだろうということを、この説問が、で、見ればいいけですね。ここで出てますけど。 失礼しました。Choose appropriate expression for 12っていうね、8から12のまあこういう問題があるんですね。なるほどね。ここのクーラーのとこでこれに当てはまるものをまあ、これも選択ですよね。選択でまあいわゆるこう結局と抑えるべき知識っていうかっていうどういうことかっていうと、もうこれは ここの問題、例えばこの問題ね、A の問題で言うと、どういう問題かというと、結局は、長文の読解っていうことをも,もちろん若干入ってますけども、こういう熟語ですね。熟語の意味が分かっているかっていう話ですね。熟語を抑えるっていうことで。だからこういう熟語が、あの、を、意味を全て常識化していくっていうことは一つ抑えるべき知識になるわけですね。だから、例えばこの8番のところで、えー、どこですかね、ここにありますけどね、ここの、ここを抑える。 でただまあその結局ここの部分この意味がですね結局パラグラフリーディングの話なんですけど前後の文章との文脈の文脈を抑えてこの文章ではあのなんていうかまず単純に言うと肯定なのか否定なのかっていうことですね流れとしてそうすることによってここに入るのがどっちの意味なのかっていうことはまず決まってくるわけですよね。多分だからね例えばこのドロップバイとかね落ちた。 グローントゥーまあこのいわゆるこう前置詞ってうんですかねこのがどう何につくかっていうのはこれはまた覚えなきゃいけない問題ですけどドロ落ちたのかグローンしたのかっていうのはその文脈で抑えるっていうことですね文脈がこれ分かってないとだからこの最初の文章の意味と後半の意味ってうそういうふうな流れの中で捉える力が試されてる。でただもう一個はそれだけを分かってもダメでじゃあっていうこういう。 多分でもこれは今見たところですねそのこれ自身が例えばドロップとバイとかねドロップとバイはた普通に使われることですねドロップとインとかそのこれ自身の組み合わせが間違ってるっていうのは多分出てないですね出てないですね出てないですねえー、まあだから多分あの押さえる実としてはじゃあこれこれらをの意味が分かってるっていうことにはまあなると思いますよね、えー まあただ、そんなにこう、ハードルが高くないですよね。ジョロップと倍だっけとか、うん、こういうのね、ここにえ入れる、全知識入れろとかって言うとね、それを覚えてなきゃいけないんですけど、これはもう出てますからね。これの意味が大体わかればいいわけです、指式は低いんですけど、ただ、こういう熟語っていうもの、熟語っていうかそういうものを、の、まあ、動詞とかのそういう意味ですよね。それを覚えておく必要があるわけですね。だから、ここで抑えるってこともあるし、で、ただ、 範囲は膨大ですよね。大学の受験なんかの英語っていうことで言うと、だからこう過去問だけのこういう問題だけを回したからじゃあ次カバーできるかっていうと逆に言うとこういう問題はもう次には出ない同じ言葉は出ない可能性が高いですよね。だからと押さえないってわけじゃないですけど、えー、まあこういうのは例えば単語集とか熟語集とかっていう大学受験される方は絶対別に回しといた方がまあ効率的ではありますよね。ただそういうこういうのを見て、であこれはもうこの大この受験回している単語熟語集にあるって言うんだったらそこで。 吸収すればいいし逆にそこでないやつはだんだんそっちの方に吸収する必要があるってことですね回転対象をとしている単語軸語集の方にこれを吸収していくっていうことになります。でこの場合にまあちょっと今答え見ちゃいますけど例えばこの答えがですねえー 8番が、まあ、グローン2なんですね。こう増えるっていう意味だそうなんですけど、じゃあグローン2だということで、これだけ覚えればいいわけではもちろんないわけですね。これ、すべての意味を抑えるべき知識なんです。だから、抑えるべき知識といったときに、こう選択肢で、さっきの問題もそうですけど、選択肢のすべてが問題だって言ったのはそういうことで、これらすべてが抑えるべき知識になるということなんです,いいですか、はい。で、もう一個やっぱりこの英文,文を読むっていうことですね。読むっていうことも当然大事になってくる。 でこの中でじゃあわからない単語とかですねわ、えー、からない文章の文章構造とかそういうものっていうのも当然出てくると思うんですけど、えー、でねじゃあこういう長文の時にそこで出てくる単語を全部こうさっと出てくるようにしなきゃいけないかっていうとそれを全部拾ったらで絶対効率悪くなると思うんですねだからそれはもう別に単語集熟語集で回してるからそれは OK とでもちろんこれは気になるっていうことも マークしてもいいんですけどただこういう長文の場合はあの1つや2つとかですね単語分からなくても全然意味が取れますからあの全部のの単語の意味がかっていいる必要はなとうことですねだからそういう意味ではこの,この長文の全ての単語っていうのが知らない単語を押さえるべき知識として押さえなきゃいけないかっていうとそうではないっていうことはまず一つ押さえておいてくださいそれは大事ですね。 別に単語熟語詞を回しておけばそれで済む話でそれを超えるもん単語が出たとしてもですねそれは長文を読解する上でそんなに障害になるわけじゃないということですでまあ例えばこうであこういう問題なんだとかですねこうで,でまあこれなんか今すぐ解かなくても全然いいんですよね解かなくてもこういう問題なんだっていうところをまず問題をまず読むっていうとこから始まると思いますねで「フチオブ・ファ e ライン・ n ロス・ミニング・オブ・ザ・アンダーラインド・エクスプレッション」ですね あこれもあこういう問題が出るんだっていうのが最初のまあどうですよね。だから最初にこう見るときにあのー、問題はまだ読む気にならなかったら読まなくても全然いいと思いますね。十三番っていうことで13番十0ちょっと待ってください。ね、ミーニングオブプでランダーラインエクスプレッション A ランダーラインドエクスプレッションどれですかね。あこれか AZ1 ですね。 As it is. これがと同じのは何かっていうことですね。「アズイティーズ」っていうです日本語で今訳そうと思ってサッとできませんけど、まあ、こ,れのこれが意味わかるのとやっぱり文章の意味を読んでるということですね。えー、すごいですね、えー、この問題も全部英語ですからね。The following 英語っってやぱ、ね、私音にしないっていうことを日本語の速読ではお勧めしますけど英語ってやっぱりこう音読の経験が圧倒的に不足してるんで自分の中か今見てて分かると思うんですやっぱ音に結構すするんですよねそうしないと何かこう入ってこないっていうで逆に日本語っていうのはそうしなくても結構入ってくるのにわざわざ音にしてるんで音にしないってことを言うんですけど、えーね、でこういうことがあって。<laughs> この,この記事の中と同じことを言ってるかっていうことですよね。だからねそういう意味ではこの文章と照らし合わせて、えー、文章の意味を見つつ読むっていうことですね。だから、まあ、この辺の問題なんかはあのー、やっぱりこう長文である程度の意味を分かってでここと照らし合わせていくて必要がありますよね。えー、っと。はい、でベースの2分でまあでも。 まだ読まなくてもいいと思います、ね。全部の設問一を読んだ方がいいと思います。これセカンドパラグラフですね。セカンドフィッチュブとファローロイング。ああ、ドゥイングビジネスと。オールドエコノミーとニューエコノミーの話が。 まあ、例えばこういうのもね説問の中で、まあ、これちょっと抑えるべき人はちょっと話ずれますけど長文の時にこのオールドエコノミーとニューエコノミーの話がセカンドパラグラフに書いてあるんだなっていうことはここからパッと読めるわけですね。でそういうのをストックとして持った上でまた読むとあの読みやすくなるんである意味では説問も一つの見出しみたいに使える部分があるんでねこういうの読んどいた方がいいでファイナルパラグラフはねここで予約してくれてますね。いやあ デディフディフレンスイズ、ね、ディフレレンスイズビートインーズズねコンピューターとテレビの違いを言うてるんだとまあこういう,う,いうの大好きになったものでディフェンスにすかせばよさということでねあこういうことをこの方で言ってるんだコンピューターとテレビの違い言ってるんだみたいなねそういうですねはいねこれ結構長いですねこれ時間何時で何分でやるんですかねこれ英語っていうのは。 1 0 0分、1時間40分、うんねえー。ということですけどねちょっと待ってねで、まあ、こんな風にこうに見ていくってことですね。でうーんとね、まあ、過去問を回転する上でね、まあ、もちろん最終的には細かい当然文章も読んだりする必要はあるんですけどね、えー、最初の回転の時は本当ざっくりざっくりでねこういう問題やってあこういう問題なんだみたいなねそういうところでちょっときつくなったらねもうやめてもいいとやめてもいいわけです。 そこで次の問題行ってもいいしあこういう問題なんだっていうところで行ってとりあえず3番行こうみたいなねあこういう長文の問題ねまだ説問全部見てませんけどねでこういうのなんだっていうで3番のところに行ってこういう会話ですね、はい、会話も長いですねっていうところねで多分圧倒されますよね最初ねでクエスチョンでどんな問題なんだろうっていうかね まあこの問題中身すぐ見ないでですね説問だけ見るわけですね。サブシチュートこうねこう文章こういうふに置き換えられるって意味ですけどね全部これ英語 <laughs> なんで問題文が読めないと話にならないっていうねなかなか高度ですね昔はそんな説問は日本語だっていう風なイメージがありますけどね。ア、えー、アンダー先セックス、X、ね。 とというところですねここにはシェアードハザポイントシェアシャラッドハザポイントシェシェシャラッシャラッシャラッあシャラッドハザポイント人名ですね、まあ、こういうのもシャラットハザポイントっていうことから分かることもあるしまあ部分の流れからもわかると思うんですねでまあ選択肢なんでねそれを見ていこういう問題なのなとなんていうことをこう 見ていくわけですこれ今説も見てませんけどねあこういう問題で、えー、このダイアログであるんだみたいなねで長文がこれじゃんですねで以下の概念最後 A, A 作というか A 論文ですね <laughs> 以下の概念からこういう問題なんだみたいなねもう全く始めたんであれですけどねまあ当然ね受験生の方はね こういうのぐらいは当然ご存知でやってると思うんですけど、こういうのをね、できるだけ早く見とくってことで,で当然最初に見たときに、えー、こんな問題今できないよっていうのはね、でもそれをやっぱり、あ、こういうことをやらなきゃいけないんだってことを分かってるとね、やるべき勉強ってのは見えてきますからね。えー、ごめなさい。ね。歌いで、ポニチーすか。結構ね、なかなか書くってね、結構あれですけどね。 これはもう当然日本語、まあ、小論文みたいなもんですよね。えー、でまあ文章多分そんな長くないと思うんでね、こんなもんね、いや、大変だなと思ってね、自分でもちろん考えなきゃいけないんですよ。最終的にはね、こういうのを考えなきゃいけないんですけど、とりあえず式を下げる意味ではね、こういう回答の中にね、回答解説の中に、えー、模範例とか出たりしてるんでね、ね回答例とかね、あこう書くんだ、みたいなね。えー、っていうとなんかちょっと、 まあ式が下がるかどうかわかんないですけどね、えー。ということだと思うんですよね。自由英作文。でこんなのもねこう英語わからなかった、まあ、とにかくずい取りの和訳,和訳だけでもまずとりあえずパッと見たいんですね。食をこうやって論じてんだみたいなね。でちょっと読むとですねまあこれぐらいの日本語にしたらこれぐらいの文章これぐらいのことを書けばいいんだみたいなね。 で単純な話こういう自由英作文っていうのは日本語でこういうことを書けないと当然英語でも書けないわけでで,と,でとりあえず日本語を書けたら次英語を書けるようにもなるわけですからねえだからまずこういうそのステッププロセスを切っていくっていうこと大事ですよねうわこんなんでこんな問題できないわみたいなねいうことを思うかもわかんないですけどとりあえずじゃあ日本語でできるだろうかとかね日本語で話せるだろうかっていうで日本語で書けるだろうかっていう。 で英語でで書けるるだろううううかっってていうねそういねうそ話になってくるんでで当然これは英作文というかね文法で間違ってに間違っちゃいけないんでその英作文的なところっていうのは当然勉強しなきゃいけないしそれはあのそれは何て言うんですかねそれは何て言うっていうことじゃなくてこれを例えばこのこの問題のねこの模範解答を暗証するっていうことは別に抑えるべき知識ではないわけですよ。わかりますかねこの内容を を抑えるべき知識としては別にこの解説に書いてることでもなくてそっかとこういう英作文なんだということでそういう英作文のおそらくそういう文,文系とか、まあ、教科書でも全然構わないと思うんですけどそういうものをやるっていう話になると思うんですよね。だからここの過去問の使い方としてあこういう問題なんだっていうことは分かるっていうことはすごく大事でということですね。 からそういういところ。でまあ、ただ自分だったら「あそうかと」とこういう問題であこういうふるぐらいのことを言わなきゃいけないんだとかねもちろんこれも模範解答っていうかね別に大学の先生に聞いたわけじゃないですからねこれは一つの参考例にしかすぎませんけどねっていうようなところでということでこれは英語今一通り見たわけですね。 でもちろんポロポロ抜けてますけどまあ、これ例えば1回転なわけです。1回転でありかつ最初のこの辺とかだったら45回転してるしまあ今パッと見たらですねこれでまだ678回転なわけですね。で例えばこの文法なんかでもこういう問題なんかもうーん例えば文法のテキストとか学校の教科書全然構わないですけどそういう教科書とかにやってたりとかそういうものがあったらそこに吸収していくわけですねだんだんとで。当然これ最初回転してて消したりもしてもいいし でこういうことの分類があったらそっちに吸収していくっていうそんな感じですねそういう形でやっていけばいいで,でまた回転する中ではこういう問題だったなっていうことでだんだん読み始めればいいと思いますいいですかねでまあこれ、まあ、そまあこれだとねちょっと乱暴すぎるかもわかんないです例えばこういう長文の問題だったらあの読んでいくわけですけどただ読むっていう時もでまあこれはねパラグラフリーディングとかそういう長文読解の もののを学校校で習っったたりとととかか予備そういうういいいは絶対やった方がいいと思ってこういうのを極端な話ですねこう最初から一つ一つの文章を、えー、正確にこういわゆる和文英訳ですね、えー、和文英訳をするようなイメージで読んでいったら絶対これだけの文章を読みませんし意味も取れませんからその辺りはもうトップダウン的にこう読んでいく必要があるんですね。 あのほんとざっくりざっくりの飛ばし読みの回転ということでまみ意では私の高速大量回転法っていうことが、まあ、すごくすごく効果を発揮するというかあのそれでしかありえないまあパラグラブリーディングって言っちゃってもいいんですけどいうことなんですね、えー、ぐらいの拾うっていうことですね。ただ飛ばし読みして当然誤解することもありますから当然はある程度はこうだんだんと細かいところを持っていかなきゃいけないんですけど。 えー、その時も当然分かるとこ分かんないとこ,分こ,と、ね、分いところ分かったつもりになるっていうのが結局危険なんで分かんないところは分かんないんでいいんですけどそれはただ分かんないんだって置いとくってことです分かんないところ無理に分か無理に分かったつもりになるっていうのが一番危険なのでまあそこですねそういうところで読んでいくわけですねでまああのね、まあ、こう読む読むっていうことは。 今こう読みやすいに読んでますけどねこううさっと読めない方も当然たくさんいると思うんですね。まあそうか IT インフォメーション ICTIT について、まあいい部分とかねそう,いうそういう話をしてんだなみたいなね。でまあこうパラグラフリーにだったらこの最初の文章で言ってることと次はどうなんだあっていう話をね接続詞とかにこう。 論理マーカーなんて言ってますけどね、このバットとかね、こういう。あまあ、これは要するに、バット、ね、わ。ユーザー増えてるんだけど、実は。あの、思ってたよりも、たくさんの、あれは。変化は起きてないみたいな話をね。してんだと思うんですね。バットね。というかね。で。 ザデジタルデバイドとかねまあこういう話になるとねいわゆるパラグラフリーディングの読み方リ,リーディングの話になっちゃうんであれですけどねまあそうですねこういう長文っていうのはねやっぱりこの単語力文法力っていうのはも,もちろんあるんですけどそういうパラグラフリーディングっていうのはすごく大事になってきてうんでその場合に抑えるべき知識っていうのをこの過去問の回転の中でどうするかっていうことにはなると思いますけどねうんそうですね その場合、例えばそうですねそういう意味ではうーんとねそうですねだからそういう意味では単語とか単語中古語とも。 とかで回転させててやってる文法もまあ教科書とかそういう文法の問題書がテキストでやってる。でパラグラフリーディングとかっていう読み方もちゃんとやってるっていう、まあ、その3本っていうのは絶対こうこういうもん、まあ、このだ KO なんかのねそういう受けるんだと絶対それをそれは絶対こう発射として持ってなきゃいけないと思うんですね。で当然過去問やったらこういうこと必要なんだなと分かってるっていうところですね。で過去問の回転の中で じゃあ過去問完全に潰すかっていうとねこういう長文の問題全部の問題をさっきも言いましたけど単語を全部わからなきゃいけないとか全ての,この文章の文法構造を解析できなきゃいけないって話は全くないのでだからそういう意味では、うん、まずはどういう説問になってるかっていうところはにはなじむっていうことですねそういったところでなじむっていうところが多分大事になってくると思いますね。だからそういうい意味では うーんこういう過去問の長文の問題を回転させてとにかく覚えるとか当然内容を覚えてきますからねすぐ分かるようになると思うんですけどその辺りは必要ではないと思うんですね過去問を回転させてこの長文の問題の全ての単語をというかこの,この文章を覚えることがお抑えるべき知識は全くないですからだからそういうどういう問題が問われてるかどういうことが問われてるかで単語とか文法っていうのは当然抑えていきますそれは抑えるべき知識で抑えていくっていうことですけど。 ここんなところになとにりますね。だから長文で、であとそうです、ね、パラグラフリーディング的なところはまたパラグラフリーディングの教科書とか使った方が分かりやすいと思うんでそれで押さえていく。